マサさん、サインシーバスフェスタ、来年来ませんか？サインシーバスフェスタ。おぉ。さすが。で何で書いてたの？なんかコメントばっか見てると。よかった。俳優でしたよ、今の俳優、多分。ここまで行ったらバレーション。多分ないんだ。どうすか、針のかかり。結果。やばいよ、それ。これ。わあ。これは取れるやつでしたね。なんで多分用意してなかったんだ。まあもう焦りでもういいってなっちゃうんですよね。ああ、これはミスですね。なんかいろんな問題がコメント欄に並んでて、多分持たなすぎ問題とか、小バッチ痩せすぎ問題とか、コメント欄で続いてるのかもしれない。もったいないね、これは。こういう、まあでも本当にこういう、でもここの焦、ちょっとやっぱ焦りで、もういいっていう、やっぱ、例えばラインを結び替えるとか、なんかそういう道具用意しとこうとかが、余裕がなくなるとね、おざなりになっちゃうんですよね。で、それが、やっぱり魚を遠のけるんですよ。だから逆にそういうビハインド側の時でも、なんか、ライン気になるならちゃんと結び替えるとか、すごい大事な。これロケで釣れない時でもそうですよね。ちなみにこういう時は、あ、そう、抜くのが正解。さっきもそうなんだけど、もうあれは抜いちゃえば取れた魚ですね。あるある。いいね。そうなんだね。でも姿勢、ね、姿勢、だって真摯なんだよ。すごい真摯にやってきたから、今この2人もこの立場にいるんだけど、まあ、バトル中はね、ちょっと異常な精神状態ですね。普通の人にはなんて表現したらいいかな。あと2本欲しいですね、でも。あと2本欲しい。なんて表現したらいいかな。さあ、彼らが1本あげた。普通じゃない精神。まあ、好きな女の子と最初のデートの時の時間みたいなもんですよ。あとで、なんで俺あんな何もできてなかったみたいなね。ちょっと違うかな。まあ要は考える余裕がないってことですね。で1分1秒が もう投げる方に行っちゃってみたいなね。しますか。来た来た。2号位か。マジか。2号位ですか。2号位ですね。2号位の判断力が半端ないです。半端ないね。0.2 秒ぐらいで2号位って分かってたね。ほら2号位って分かるとこんなに何の躊躇なく抜けるんだよね。でもシーバスのね、同じサイズはね、こう怖くなっちゃう。いやだからシーバス抜き上げ、大津さん、シーバス抜き上げは 90% バラすっていうのは、だから本当にね、貴重なもんだと思うからバラすんですよ。だってゴミとかバレないじゃん。さっきの濁いもそうだけど。なんだ、なんか好きな女の子にうるさいな、バーンってやるのはもうできないけど、全然どうでもいい女の子にはできる問題と一緒ですよ。精神。強い精神で、シーバスを抜き上げるんです。でも結局、精神、どんなに分かってたってできないんで、何百回もやればできるようになるってことですかね。だけど、それを何百回やってた2人ですら、バトルになって、あれが貴重な3ポイントって思った瞬間、初心者になっちゃうんですよね。今度はそのバトルの経験をたくさん積んでいけばっていう点で言えば、この2人はバトルの6戦目とかぐらいだと思うんで。
ず抜き上げについてお話したいと思います。抜き上げするときに、心がけたいのはまず竿を折らないことです。で、竿が折れないために何を考えたらいいかというと、竿がなんで折れるかというのについて知ってほしいんですけど、まあ、当然荷重限界を超えると竿は破断して折れるわけですが、竿はですね、こう曲がってる荷重に関して言えばとても強いんですね。だけど竿ってこっち方向の荷重に対してとても弱いです。今の竿は、カーボンノットは特に弱いです。なので立てた状態のこういう状態っていうのは非常にここに対して荷重がかかりますんで、とても折れやすいので、竿を立てた状態のこういう抜き上げっていうのはとてもよろしくないです。こうブンって持ち上げてこうやって吊り上げるっていうのはもう簡単に限界を超えてしまう。なので大事なのは基本竿を立てないで抜き上げます。意識したいのは自分の足場の高さまで下から抜くわけですけど、抜くときになるべく竿先と魚の距離を縮めます。竿先と魚がとにかく近くなる。だからほとんどの店は岸壁で釣るとき抜く前に一度しゃがんでロッドを下に向けてティップを下げます。でそこからまず下向きにして立つだけで魚は出てきますね。でその出てきた状態からさらに次やりたいのはこう竿を立てるんじゃなくてここまで竿を上げる。でこの上げた状態でこういうふうになってると思うんですが、この状態とプラス弾力ぐらいで自分の足の高さより上げて、でそのままテンションが一気にかかる前にスッと下ろすっていうのが理想で、でこればっかりは経験積まないとできないので、こうしないっていう、こうやるとバケッと折れますんで、上手い人は抜くのはこう抜くんですね。こう抜く、はい。で自分の場合こう抜くときに、まあ、寄せてきた過程でドラグがゆるゆるなんですね。でゆるゆるなのでしゃがんで糸巻いてスプールを持って自分はこう上げて抜いてます。そうしないとドラグが滑っちゃうので、で置いたらそのままドラグ緩んでジャーッと出して近寄っていくって感じで考えてます。まあ、ないしか抜いた後必ず糸をベールを開いて糸出しながら開くってやらないと、釣れた嬉しさで近寄っていくと、本当のこれ初心者の人がよくやるんですが、中級者の人はやんないですけど、近寄ったばっかりに竿がもう周りの人が見て、あ折れるみたいな瞬間をよく見るんで、もう釣ったらすぐ糸を緩めるってことを意識してみてください。でコツが一つ、一気にやる、躊躇なくやるっていうことが大事です。だからこう迷ってゆっくりやると結局上がった荷重でぐずしって乗って上げきれなくなるんで、竿の弾力も使ってふーんって抜いたらもうそのままこう膝の力と腕の力と竿の弾力で全部上昇パワーに変えて一気に抜いておくことが大事で、その間魚の荷重も全体として100かかってないんですね。当然水の中にある例えば3キロの魚は水の中では3キロないんですけど、2キロ台なんですけど、水面出た瞬間本当に3キロになります。だからただでさえ針が外れる可能性が出てくるんですね。でそこからさらに浮いて、でその1回上昇の力になった魚にもう1回荷重がかかるとき、今度3キロ以上の負荷がかかるので、そこでまた身切れしたりしてしまいますんで、3キロの魚を上げ切って風がもっとかかる、今度落下になった時にはもう丘の上になるように意識しなきゃいけないんで、躊躇なくやるってことが大事です。でもう一つはこれも安全な話なんですけど、最初に言った竿先と魚の距離をなるべく縮めとくと、万が一こう上げてる最中に魚が外れてルアーがバーンと暴れるわけですが、鉄板バイブなんかだと竿がそれなりに曲がってますんで激しく上に飛んできます。その時に短ければ短いほどこの竿先の周りで暴れるんですね。でもこれが長いともうどこに行くか分かったもんじゃないんで、基本的にはもう竿先から1メーターぐらいしかなければ事故の可能性はとてもないので、まあ、そういう点でもね短くしておくってことが大事ですね。